はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。モンハンワールドやっていきたいと思います。とりあえずね、ネルギガンテのところまで来ましたので、ちょっとネルギガンテ今日はやっていきたいと思います。ちなみに初ですね、ネルギガンテは。クエストの方やっていきましょう。まあイベントもね見てないんで、ちょっとそこからにはなるんですけれども、ちなみに集会場には、フレンドさんがいますので、まあイベントを見終わったらフレンドさんも入ってくれるはずです。ちょっと一人だと自信ないぞ本当入ってきてくれんのかっていうのはありますけど、これねイベントをね見ないといけないと入れないっていうのがねちょっとめんどくさいですよね。最初はね全然あのクエストも解放されてなくて、これ大丈夫かっていうのがちょっとありましたけど、まあやればやるほどモンハンワールドはやっぱ楽しいですね。で痕跡はもう結構集めてあるんで、ネルギガンテのところまで誘導してくれるのかな、青い光で。よし来たな、遅刻もなし。で武器はね、チャージアクスを使っていきます。で麻痺系の武器で来てます。でネルギガンテって古竜なんだね、全然知らなかったけど麻痺するよねたまにね状態異常にならないやつとかいるけど、まあ、テオテスカトルとかもね麻痺はするはずなんで、まあ、多分大丈夫だとは思うんだけど、そこら辺調べてない。でイベントですね、まあちょっと見ていきましょう。これは何、アイルーの剣か何か。あ、これなんだろう、チャチャブーみたいなやつだけど多分ちょっと違うよね。おうっていうの、これモンハンはね本当に漢字が難しいよね、素材名とか。で一応救難信号が発信可能になったんですけれども、まあそのままフレンドさんだけで大丈夫かな、救難信号は出さなくて。お、来たね。よし、まあやっぱりまずはピンを貯めていく。尻尾があるから尻尾は切れそうな形をしているね。あーちょっと乗りが早かったな、一発で乗れたか。本当はもう一人の人が来てから乗った方が効率は良かったんだけど、まあしょうがない。瓶もねチャージできてないしね、まあ、とりあえずサク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 つっついていくか。これさ、最後にさ必殺技がさ発動するときとさ発動しないときがあるんだけどさ、何が違うんだろう。単純にねノリでダウンさせて終わっちゃうときと、決め技を決めてくれるときがあるんですけど、あと俺ねあんまりねターゲットカメラはね使ってないですね。ロックオンはしないで、もう本当に手動でねカメラを切り替えてる感じかな。外したー、やばい、ちょっと待って。攻撃力はねなんかめちゃ高いみたいなんだよね。隙を見てスプット&アウェイでいくか。瓶もね貯めないといけないけど、まひるか、やばい、ちょっと大丈夫か。確かに結構食らうね、今の絶対普通の攻撃だからね。回復薬グレート足りるかな。調合用のね蜂蜜を持ってきてないんだよね。回復薬グレートと、うお、やっべちょっと待って、ちょ一回ちょ、やべやべやべ、猫ちゃん、うちの猫ちゃん、うちの猫ちゃん、猫ちゃんが体力回復して逃げたか。とりあえずこれで緊急的に回復しておいて、待て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 、
いや攻撃力マジ強えぞこいつ。こんな食らうか。うわ半分以上持ってかれんなこれ。これさまだ切れてないよね。あちょっとすまん、今回復させてもらう。俺は申し訳ないね、せっかくの麻痺チャンスなんだけど。今回復に行くし出しても微妙だけど、弓で来てんのか。だいたいねハンマーで来てるのにな、外から攻撃する方向で行ってんのかな。ちょっと撤退したか、ちょっととごう。切れ味ゲージはね一応青まであるんだけど、ゲージ自体はね短いからねすぐ切れ味が落ちちゃうんすよね。この武器は鉱脈が光ってるね。ちょっと回収していくか。さてさてさて、おらあんまり深入りはしないことだね。ちょっとちょっと痛いなんだこれマジ強えぞ。あ猫、うちの猫回復ありがたい。今回さガンナーのさ防御力ってどうなの。俺あんまりねガンナー使わないからね使わないっていうか使えないんだけど、わかんないんだけど。属性解放斬りとか狙えんのかな。ためがね長いからね。勝った、青で弾かれるか。属性強化とかもやってる暇がないかもしんないな。ちょっと時間はかかっちゃうかもしんないけど安全に行こう安全に。段差があればなちょっとノリも狙いたいんだけど。うわ減る減る、回復三つ主プリーズ。やばい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 、危ない危ない。よし、まひった。ここはちょっと狙おう。剣撃チャージする。おお、普通のさなんか引っかきみたいなやつないもん。これでやばい、危ない。あ、瓶がなかった。瓶がないとあのチャージって無意味になるんだっけ。今にあんまり使いこなせてないからな。お、ちょっと疲れてる。高出力当たるか。おら、よし、なんとかだった。また金を貯めたい。うおいや本当にきっちいなこれ。調合用の蜂蜜持ってくるべきだったな。あー大丈夫か、怒っちゃったっぽいけど。おお、ただねフレンドさんはねハンターランクめちゃ高いんですよね。まあめちゃ高いって言っても俺よりめちゃ高いだけで30いくつとかだった気がする。昨日とか今日はどうなってるかよくわかんないけど。ん、何今、何どういう状況。
え、よくわかんない狙えるか。ああ、方向にやられた。ちょっとガードしとこう。怖え。まあもちろんね、4人でやった方が効率はいいと思うんだけど、猫が2人いるからね。そもそもあれが切れちゃったな、属性強化が。よし、研ぎましょう。なんかね、寝床に戻った跡がね強いみたいですね。まだそこまで行ってないよね、そもそも。食事が可能になったって言われても、まだまだ元気っぽいな。あ、ここ段差がある。ちょっともう一回乗りも狙いたい。どこ行った？うわあ、やばい、やばい。まあなんか弓できた気持ちもわかるよ。あんまり近づきたくないもん。行動パターンがね、まだちょっとね把握できてないからね、あんまり顔追いはできないんだよね。やばい、正面に入ってしまった。まあね、リオレウスとかもね、強かったっちゃ強かったけど、やっぱ行動がね、もう大体把握できてるんで、そういう意味では楽でしたよね。おお、これ食らうんかい。ちょっとグレート飲まないと。やばい、蜂蜜をちょっとな、現地調達しないと。まずいね。飛びかかりを食らうとめちゃくちゃダメージ食らうんだな。あの尻尾もな、切っておきたいね。邪魔だな。あれ、これ大丈夫？よし、ここをちょっとジャンピング攻撃。もう一回ジャンピング攻撃を決めたいけど、位置的にあんまりよろしくないか。少しこっちに誘導しよう。届くかな。無理か、届かない。チャージアクスはね、まあそれなりに。おお、ちょ、怖い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 。射程が長いっちゃ長いからね。ここも狙いたい。おら、その前に、乗る前にちょっと瓶を貯めたいね。一回剣撃を入れるか。うん、よし、とりあえず黄色になったからチャージをしておこう。ちょい待って、ちょい待って。俺がヘイトを集めて弓で狙ってもらう。まあそういう方向にした方がいいかな。なんだろうな、マジ行動パターンが読めないな。飛びかかってくるかって思ったらそうでもない。いて、ああいうちょこちょこした。おー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 、痛い。あ、これ尻尾くるわけではない。一発入れとこう。いて、これ何、飛びかかりみたいな。ちょ、待て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 。ここ弓点欲しいよね。あれ、これなんだ、飛んだ飛んだ飛んだ。あれ食らったら絶対やばいでしょ。角もね破壊したいけど、ちょっと無理だな、硬いからね。どっか行った？なんかあんまり攻撃に貢献できてないな。
まあ、別にねモンハンワールドは俺はそんなにテクがあるとかじゃないんで、まあ、ただ楽しんでやってるっていうだけなんで、まあ、動画としてはね多分質はそんなにね高くないんでただ楽しんでやってるよっていうだけです。だからもうこれを2回目ですね上げるの。最初のね回のアンじゃなくしか上げてないんで、よしこれはちょっといけるか。ただピンが止まってない。ほらうおー、これはちょっとまた回復かな。今なんかめっちゃ怒ってる。チャージしとこう瓶を。うん、来た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 。こういう隙がある時だけ攻撃を加える。いけるか。属性解放切り外したかな。ほんと邪魔だよな。ちょっと待って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 、危ない危ない危ない。最悪ちょっとガード体勢に入るか。おー怖い、危ない。何気にねガードできるっていうのがでかい。チャージアクスはだからね俺意外とねランスとかねガンランスもね好きなんすよね。今回全然使ってないけど、ちょっと待って、これやばいやつでしょ。一応ミツムシを出してくれて少しスタミナが減ったね。肉を食いたい気がするけど余裕がないかな。うわー方向か。属性解放切りがいけるかなと思ったけど方向に止められたね。痛い。あのさ落石みたいな弓のやつさ意外に邪魔な時あるんだよね。ちょっと回避に専念しよう。俺にヘイトが集まってる間やばい。ちょっと待てちょっと待て。いや怖いわこれ。防具はね全然悪くないはずなんだよね。あとね今チャージアックスとね一応双剣もね作ったっちゃ作ったんですけど、こいつ相手に双剣は無理だな。乱舞やってる間に俺も双剣立ち回りは上手くないんで、すげえダメージを食らっちゃいそう。いや乱舞が止まらんみたいな。弓ってでも結構ね使ってる人は多いみたいなんですけど、どうなんですかね。まあ、武器的に人気なのはやっぱりタッチみたいですね。蜂蜜どっかに置いてないかな。一応石ころ持ってこう。なんとなく石ころを持ってく。あ肉食おう。ちょっと携帯肉、携帯肉はね食うモーションがめっちゃ早いんで。回復グレートあと5個か。今のこいつの状況が分からんかな。ハリウッドダイブあー外れた。ここも段差があるね。
ちなみにさ、ノリの蓄積値もさ、あれなのかな、属性と同じで時間経過とともに減っていくのかな。なんか掘ってる音がするけど、なんかどっかいいのある？あ、これね。おお、光ってる。俺も掘ってこう。普通だな。古竜だとね、なんか痕跡が青いみたいですね。通常は緑なんですけど。そう、この左のね、先とかもまだバッテンマークがついてていけないんだよね。どこだ？あ、寝てるね。こっからが本番みたいっすね。一応ね、俺ね、爆弾はね、持ち込んでるんすよね。あいつも持ち込んでるわ。オータル G、起爆は任せた、弓。いいね。180?4 つ置いたはずだから。で、初撃があれだよね、3倍になってると思うんで、それなりにやっぱダメージ当たったか。やっぱね、ダメージが見えるっていうのはね、すげえいいよね。本当にさ、前だとさ、そう、属性つけてたりしてさ、なんか本当にこの攻撃通ってるのかっていうのが分かんなかったからね。狭いな、ここ。あー、なんかトゲがやっぱすげえわ。こっからが本番か。近寄りたくねえなー。やばい、正面にまた。うわー、ちょっとここは回復薬で早めに回復をしておこう。先行玉とかって効くの？持ってきてないけど。何が効くんだかよくわかんない。やばい、やばいね、これ。この回復ミツムシはちょっと取っておこう。今の落石って何？弓？空振りが。お、癒しの円筒、俺も持ってたな。そういえば置いときゃよかった。すぐ忘れちゃうんだよね。またちょっとチャージしたいけど、ちょっと正面に立つのが多いな。切りたいね、尻尾。それはでも狙うのはきついかな。うわ、マジかよこれ。ちょっと待って、猫猫猫、うちの猫ちゃん回復ありがとう。やばい、これ、この回復量だと多分だったら死ぬね、さっきの攻撃を。このここに逃げ込もう。ちょ、待って、逃げ込んだとしても別にダメージを食らわないわけじゃないからね。さっきなんだ、何の攻撃食らったんだ。パンパンで死ぬ可能性あるね、これ。ちょっと防具全然用意してなかったら。これもちょっと回復の円筒置こう。これミツムシ、そう、ミツムチ、ミツムチじゃね、ミツムシ設置とさ、あれをよく間違えるんだよね。どれだ、円筒、回復の円筒。ちょっと探してんのに時間がかかる。痛い。あ、行っちゃった。いや、行ってない。よし、攻撃に参加しよう。全然攻撃に参加してなかったな。本当はね、チャージアクスだからさ、一発でかいの狙っていかないと
ダメージソースがね稼げないんだけど、こいつ相手はね厳しいよ本当に。やばい、方向食らった、方向食らった、くる回復場所にハリウッドダイブうわ、しかもさ、これ全然まひらないね。てか攻撃を当ててないからなんだけどさ、今のところでも2回まひらした。やばいやばい、ちょっと回避しつつ剣撃を貯めるか。やばい、ちょっと一発でかいのな入れたいけどな、この強化中に。もう一回チャージしとかないと。だ、あれ何なの降ってきたやつ、なんか俺ダウン取らされたんだけど、これ何これ。あ、エネルギーガンテの針もしかして。待って、でかいの買ったら死ぬぞ。あ、回復してくれた。ちょっと どういう状況か分かんない。モンハンもね本当にね慣れないとねアングルがねわけわかんなくなったりするんで。勝った。これやっぱネルギガンテの針だな。いや多分だけど。ああ。耳栓欲しいね。当たってない。あれ本当に食らったら絶対ワンパンで死ぬでしょう。よしチャージしよう。うおー怖い、ガード性能があればな、もう本当にランスで、ランスガンランスで持久戦っていうのもありかもしれないなチク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 、おお倒したー危なかったけどな、なんとかなったね。さあ、はごうはごう。攻撃力が高いね。尻尾消えなかったな、結局。剣角と、爪と、剣角。お、4つ剥げる？これ何これ再生角みたいな。あ、そしたらこいつ再生するみたいなこと。他のハンターが言ってたな、あの再生力を見たかみたいな。ヒットポイント回復してるとかあんのかな。あー尻尾切れなかったの残念だな。なんかどっかホリホリできるとこないかな。あと10秒しかないけど、これ何、苦虫か。もうなんか兜が嫌だよね。無事だったな。古竜を食らう古竜か。面白いやつだったな。てかお前も手伝ってくれよって感じだな。そんなモンスターがいる。大団長。新大陸に来るまで思いもしませんでした。やつは膨大なエネルギーを求めてここにやってきた。言ってみりゃ。この地を乱した一本の矢だな。
なるほど。異物が排除された今、古竜たちの動きも収まるだろう。本当によくやった。じゃあ戻るか。どうした？はい、気になることが。そもそもどうしてここはこんなにもエネルギーに満ちているのでしょうか。古竜を集め救わせるほどのエネルギーが自然に発生するとは思えないんです。なんかレアそうなのはないな。あとね、今の俺のね防具にね一個宝玉が必要なんですけどね、マジで宝玉が出ないっていう。なんか4時間やっても1個も出なかったっていう人もなんかいますからね。別にネルギガンテの宝玉が欲しいわけじゃないんですけど、何あの赤いオルガトロンみたいなやつの宝玉がねちょっと欲しいんですけど、それがあればね一応シリーズとして4つ揃うんで、シリーズ用のスキルが発動しますね。研磨した時に切れ味が落ちないっていうやつ、まあ、結構いいなっていうものなんで、できれば作りたいんだけど、まあ道のりはもうちょっと先かな。あとね、ネルギガンテの武器はねやっぱりちょっと一本持っておきたいんで、それも作っていきたいかなというところと、いろんなねモンスターもまだ倒してないのが結構いっぱいいるんで、そいつらとも戦っていきたいですね。まあモンハンはねもう本当に俺はもうのんびりと、のんびりって言っても結構時間数はやってるんですけど、やっていくんで、まあ、動画のね本数は多分そんなに上げないと思います。別に凄腕とかがあるわけじゃないんで、まあ要所要所で今こんな感じでやってますっていうくらいですかね。揃っているな。これより作戦会議を開始する。古竜を捕食するネルギガンテの出現、奴が流血症の地に入り込んだのをきっかけに、そこに住まう古竜たちが活動を始めた。ネルギガンテを討伐すれば事態が収まるかと思われたが、その気配は一向に見られない。現在森や荒れ地、そして正気の谷で古竜の痕跡を頻繁に発見できるまでになっています。分析したところ、少なくとも3体の古竜が存在していますね。探せば他にも存在するかもしれません。古竜、国でも数多の種類が確認されている。いずれも天才と言われるほどに強大な存在だ。確かにこの上なく危険な相手ではある。調査団としてこの調査の機を逃すのは愚の骨頂だな。あんたならそう言うと思ってましたぜ。よし、調査班を中心に古竜の痕跡を集めよう。奴らの居場所を探り出し調査するぞ。では三体の調査にあたり、それぞれ責任者を立てる。指南役、古代樹の森の調査はお前が中心となって行え。大蟻塚の荒れ地はお前に頼む。正気の谷は三騎団に力を借りよう。調査班はこの三人の指示に従い動いてくれ。古竜の痕跡を十分に集めた後は生態研究所への報告を忘れるな。以上、解散。おーいっす。面白くなってきたな。手伝いたいのは山々だから、ちょいと行きたいところがあってな。旧友から
地脈のエネルギーが異常に高まっている。今からその原因を探しに行くと連絡があった。そういうわけだ。なるほどね。大地の欠陥。またな。おっと、旧友からお前に伝言だ。すべてを超えた先、すべての収束の地で待っている。活性化した古竜を調査しようということで、はい、というところで、無事ですね、あいつ誰だっけネルギガンテ倒すことができましたので、まあまたぼちぼち、やっていきたいと思います。というわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。